まりました。なんと今日初めてこの部屋に、はい、お友達がやってきてくれました、はい、イエーイ紹介します。はい、来てお願いします。前田由香さんです。どうも前田由香です。三重県出身のビーフマンエグゼでプレイしてます。はい、前田由香、身長173センチのフォワードです。好きな食べ物はひつまぶし。真央さんとどっちがうなぎ好きか勝負になりそうだったところを、うなぎじゃなくてひつまぶしという主張で和解できたそうです。はい、よろしくお願いします。三重の妖精と言われてます一部でね、そうそう、新聞で取り上げられた。え、バスケット界の妖精で新聞記事にあったんだけど、あの高校の後輩に浅尾美和選手がいて、ビーチバレーの妖精で、じゃあバスケット界の妖精言われたんだ。なるほど、すごい。なぜかそういうのが、それはすごい、まあまあまあ、嬉しい、そう呼ばれることどう今となっちゃいいかなって。あ、逆に今はいいんだ。じゃあ、妖精で呼んであげてください。妖精でお願いしますじゃあ、今日はこの3人でやってきますね。今回はまたあのスペシャルゲストが VTR で登場。楽しみですね。今回は以前もメッセージをいただいたスペシャルゲストから女子バスケ選手への質問をいくつかもらっているそうなので答えていきたいと思います。はい、答えていきたいと思いますじゃあこれつけてください。2人それつけて、はい、つけて耳にちょっと多分そうだね耳だねどれだけトレーニングであったりとか練習があるのかなっていうのはすごく素朴な疑問で、あとはどうやってプロになるのかとかちょっと気になります。教えてください。どんぐらい週にトレーニングしてるか、5対5の時は毎日練習してるからね。毎日だよね。アイシーも毎日週1休みだよね。週1と半分、うちらは、あ、サリさんは私がいる時の1日は朝練めっちゃ早く行ってしてご飯食べて、で仕事して昼過ぎの2時とか3時までやって、4時とかから練習出し出して、で7時とかに終わってご飯食べて、その後また夜練して10時とかに家を帰るみたいな。寝るだけだよね。寝るだけかケアするかみたいな感じだよね。それを週5やって、土曜日に午前か午後練習して、日曜日休みとかだよね。朝練夜練強制、ほぼ強制です。朝練は強制です。夜はまあ自主自由なのみたいなまあまあまあね、まあね、そこはね、そうなるね、うん、トレーニングはその中でシーズンオフの時は週3、あーなんかこう月水金とか決めて、それもさ最初の方さ7時まで、ね、やってご飯食べて、うん、ご飯食べ終わった後移動して、そうだ、うん、なんか寮にウェイトするところがあって一番下の階に、だからご飯食べ終わってみんな帰ってからウェイトしだすみたいな。ご飯もウェイトですよ。お腹やばい。ご飯もやばいぐらい食べるじゃん。すごい食べるのに。え、でもなんかすごいですね、ご飯の量多いかな。へえ、何決められて。AW って何、寮？寮。寮の中でご飯食べるの。うん。私食べるのめちゃめちゃ遅いから、いつも最後まで残ってる。マジか。とか。え、いっぱい食べれるは食べれる。食べれる。いっぱい食べれるは食べるけど、食べるのは遅い。ゆっくりすぎて。アイシンも一日ずっと練習のとこでしょ？そう。朝練やって、ご飯食べて、午前練やって、お昼ご飯食べて。で、お昼寝して、お昼寝して、で、午後練して、まあ、夜は自主かな、自主。なるほど。え、で、トレーニングはどのぐらい？トレーニングも週3ぐらいかな。やっぱ基本週3なんだ、うちらね。そんな週3で、まあまあ
ガチめのやつやってます、うん、毎回やってました。で、プロになるには、え、アリさんどうやってなったの？え、いいのかな、これこんな本当のこと言っちゃって。いいよ。大学で進路決めるときに就職活動やりたくなかったから不純な動機いや、面接とか、なんか書いたりとか、なんかそういうのも分かるよ、分かる。確かにバスケやってきたから、ちょっと、うんうん、それを生かしてね、そう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 、バスケやってきたのを生かして、そうそうそう、生かして就職した方がいいかなっていうので、うん、え、サリさんはさ、サリさんは先生になんかお前がやった方がいいって言われたんですね。そうそうそう、勧められて、で大学の、はい、上のレベルで、まあ、挑戦してみろみたいな。だからプロになるにはってさむずいよ、ね、なんかその学生の時に声かけてくれる場合もあるし、自分からやっぱこう行きたいっていうのを発信して、それを周りが後押ししてくれるみたいな。そうだよね、そうだよね、確かに。あとはとりあえずつながりも、うん、ね、つながりもまあまああるよね、学校によって、うん、あのここのチームと仲いいとかあるよね、多分その辺ちょっと考えた方がいいかもしれない。分かんないけど、リアルとかね、分かんないけどね。じゃあ、まあ、あの、まあ、もしね、なりたい人がいたらだよ、うん、アドバイスとしたら何？プロになるには？もうとりあえずバスケを楽しんでいくことかな。そうだね、わかる、わかる、わかる。楽しまないとやっぱ続けられないし、うんうん、好きなことをやり続けたら何かしらこう、道は開けるんじゃないかな。いいこと、いいこと言った。さすがです。じゃあそんな感じかな。じゃあ はい、この質問はここまでね、はい、とりあえずこれ一回終わり。あれ言わなきゃ、あれ言わなきゃ。チャンネル登録といいね、せーの、よろしくお願いします。